i t 7 9 r 3 0 5 1 r 3 0 0 0 a コア命令キャッシュ 4KB TLB なし R3000 は MIPS i 命令セットアーキテクチャのマイクロプロセッサで MIPS 社が開発し1988年6月にリリースした MIPS アーキテクチャとしては2つ目の実装であり R2000 の後継であるオリジナルの R3000 は CPU と メモリ管理及び例外処理を担当する CP 0と呼ばれる部分から構成される。また FPU は R3010 という別チップであり、R3000 と密に結合して使用される。キャッシュメモリは内蔵していないが、命令キャッシュとデータキャッシュのコントローラーを内蔵し、それぞれ 256KB までの一時キャッシュを接続することができた。動作周波数は 20MHz から最大で40。 メガヘルツだが、主に30メガヘルツ、33メガヘルツで使用されることが多い。1.2マイクロメートルの CMOS プロセスで製造され、56平方ミリメートルのチップサイズに11万5千個のトランジスタを集積している。MIPS 社は設計のみを行い、製造はメーカーに任せていた。R3000 を製造したメーカーとしては、IT LSI ロジック、SI、NEC, シーメンス、東芝などがある。SGI などのワークステーションやサーバーに使用された。また、派生品がプレイステーションのプロセッサとしても使用され、組み込みシステムにも多く使われた。R3000 のパイプライン構造 R3000 は4つのコプロセッサをサポート可能なアーキテクチャとなっているが、実際に使っているのは2つであり、CP 例としてメモリ管理ユニットと、 例外処理ユニットを内蔵し CP1 として接続されたフープーを制御する。後継アーキテクチャではフープーの拡張命令を CP1X として従来 CP3 用とされていたオペコード表に割り当てている。命令はすべて32ビットとなっていて命令、フェッチとデコードを単純化している。CPU のパイプラインは五段になっていて実行ユニットとして ルー以外に、常序産ユニットなどを持っている。CPU の汎用レジスタは32ビット32本で、他に常序産の結果を格納する専用レジスタと、プログラムカウンターがある。R3000 での基本的な仮想空間と物理空間の対応 CP 例は、以下のような機能を持つ。不風は、以下のような特徴を持つ。命令は3種類のフォーマットに分類される。 R フォーマットは3つのレジスタとオペコードから構成される。I フォーマットは2つのレジスタと16ビットのイミディエート値から構成される。J フォーマットは6ビットのオペコードと26ビットのイミディエート値から構成される。算術演算は以下のような形式である。AD1 ドル、2ドル、3ドル1ドルイコール2ドル3ドル。AD1 ドル、2ドル、3ドル1ドルイコール2ドル3ドル。1, 1, 2, 2, 3. サブ1ドル、2ドル、3ドル1ドルイコール2ドル3ドル。スブ1ドル、2ドル、3ドル1ドルイコール2ドル3ドル。アデ1ドル、2ドル、101ドルイコール2ドル100。アデ1ドル、2ドル、101ドルイコール2ドル100。符号付き演算であるアド、サブ、アディでは、オーバーフロー時に、例外処理が発生する。一方、符号なし演算であるアデュ、スブ、アディでは、 オーバーフロー時に例外処理が発生しない。C 言語では、オーバーフロー時に例外処理を行わないことや、負の数は2の歩数で表現可能であることから、ほとんどの場合、符号な支援算が用いられる。MIPS は、ロードストア型のアーキテクチャなので、メモリへのアクセスは、基本的に以下の2つの命令で実現される。リンウッド1ドル、102ドル100で示される。 アドレスのメモリワードを1ドルレジスタにロードする。SW1 ドル、1 0 1ドルレジスタの内容を2ドル100で示される。アドレスのメモリにストアする。分岐とジャンプ命令には以下のようなものがある。これらは必ず次の命令を実行してからジャンプするため注意が必要である。ビッグ1ドル、2ドル、100もしならば PC プラス4プラス100へ飛ぶ。SLT1 ドル、2ドル、 3ドルもしならば1ドルイコール1、そうでなければ1ドルイコール0。J1 万1万番地へ飛ぶ。j a l 1万3 1ドルイコール PC4 とした上で1万番地へ飛ぶ。サブルーチンコールで使用する。他に重要な命令として以下のものがある。リュイ1ドル100イミディエート値100を1ドルレジスタの上位16ビットに格納する。MIPS では 命令サイズが3 2ビットであるため、3 2ビットの定数やアドレスを1命令ではレジスタに格納できない。そこで、類命令とあり命令などを組み合わせて使用する。アセンブリ言語には3 2ビット定数をレジスタに格納するマクロ命令があり、マクロ命令のために汎用レジスタのうちの一つをアセンブリ言語に固定的に割り当てている。ハードウェアアーキテクチャ上、 ハム用レジスタの使用に次のような制約がある。これら以外に制約はない。MIPS の用意したコンパイラなどのツール群は、呼び出し規約の一環として、レジスタの使用法を規定している。これらの規定は、ハードウェアの制約ではないが、ツール群がこれに従っている関係で、MIPS アーキテクチャを採用したシステムではほぼ間違い、なくこの規定に従って、レジスタを使用している。なお、 コリーマストプリザーブとは、あるルーチンの中でそのルーチンに入ってきた時の値を保持した状態で呼び出した側に戻る必要があることを意味する。例えば、ドル S レジスタをルーチン内で使うときは、その内容をスタックに一時的に回避させなければならない。ドル SP とドル FP はルーチンに入ってきた時にセーブされ、それぞれルーチン固有の固定値でインクリメントされる。 そして、そのルーチンから戻るときに、元の値に戻す。一方ドル RA は、JAL 命令で、ルーチンに飛び込むときに、自動的に変更される。ドル T レージスタはサブルーチンを呼び出すと内容が破壊されるので、必要なら呼び出す側がセーブしておかなければならない。ドルアットは、アセンブラの仮想命令で一時変数として使われる。ドル T レージスタだけを使って、 サブルーチンを呼び出すことがないルーチンは、スタックにレジスタをセーブする必要がないため、ドル SP やドル FP もセーブする必要がない。R3000 は、大いに成功したマイクロプロセッサで、ワークステーションやサーバに各社が採用した。次のような例がある。組み込みシステム用にも採用され、当初は、ハイエンドとして、後には、低コストの組み込みシステム用として、長く使われた。 LSI Logic などは組み込み用途に特化した R3000 派製品を開発している。組み込み用途に特化していない派製品として次がある。組み込み向けの派製品として次がある。ありがとうございます。